はい、皆さんこんにちは、教授です。今日はですね、2月の8ですかね。まあ僕修学旅行4日からですねずーっと行ってきて、でまあもう今日はもう土曜日なんで帰ってきたんですけども、まあ修学旅行はですね長野県の方で信州の方まで行ってきたんですけども、まあ、そっちのあの動画ちょっとあんまり今回撮ってないんで、まあ撮りだめてある写真とともに編集しようかなと思ってるんですけども、まあ、それは後に置いといてですね、和歌山の方もですね、いわゆる立春寒波ということで、雪が降りました昨日で、今はちょっと雨みたいなのが降ってるんですけども、もう見ての通りもう真っ白ですよね。もう山はもう雪で真っ白です。多分まだ北山の方は多分なんか降ってると思うんでもう見えないんですけど、見た通り車がこんな感じになってます。もう雪積もってますよね。でちょっと今からですね車使うんで、エンジンかけてみたいと思うんで、冬場はどんなもんか、一回見てみましょう。まあやばい雪ですよね。はい、乗り込みました。よいしょ。 iPhone 濡れますよね。だいぶ雪積もってるんで寒いです。何度あるんでしょうかね、ちょっと見てないんですけども。さっきちょっと待ってくださいね、ミラー開けます。で見ての通りもう燃料ポンプの方は動いてるんでエンジンかけましょう。2500手前ずっとキープしましたね。あれ結構高いですよね、音が。2000回転ですね。はい、雪を積んでですね、今からちょっと出かけていきたいと思います。後ろの方見てみましょう。後ろの方はですね、こんな感じですね。結構高いんでよく後ろにも出てますよね。って感じで、まあほんまに和歌山もですねこんだけ雪が降ったのはまあ何年ぶりかなという感じで、まあ僕もですねびっくりしてます。長野から帰ってきてこんだけ積もってるんかと。もう自転車橋の上もですねこんだけ積もってるんでもうだいぶ降ったと思います。これもすごいですよね。畑のところに置いてあるこのテーブルもこんな感じになってますよね。本当にすごいです。まあそういう感じで、気をつけてですね、ちょっとドライブ行っていきたいと思うんで、これで動画レポートと思ったんですけど、屋根もですねもうびっちり詰まってますね。行っていきたいと思います。それでは、簡単なんですが精査していただけたらと思います。